どうも、お世話になってます。ノブゾンビです。ほんと久しぶりの動画投稿なんですけども、4年、5年ぶりぐらいですね。まあ仕事、その他もろもろ、いろいろ忙しくて、全然ゲーム動画とか何もできなかったんですけど、まあ最近になってね、ちょっと自分の趣味が本格的になってきたので、まあまた YouTube で楽しく、動画撮りながらやっていこうかなっていう次第で久々に動画を撮っています。まあその本格的になってきた趣味っていうのが、まあちょっと端の方にもうね、この本棚で埋め尽くされてるんですけど、はい、こちらのドラゴンボールフィギュアですね。まあ収集して今で2ヶ月目ぐらいですかなんですけど、だいぶ数が揃ってきて、この本棚じゃ足りなくなってきてるんですけど、こういったものをね、ちょっと動画として今後上げていけたらなぁと考えております。はい、というわけでですね、今回は、まあ、ご挨拶と新たにフィギュアを手に入れたので、そちらの紹介していきたいと思います。はい。ではまず一番最初に購入したもの、こちらです。はい。こちらはあれですね、20周年フィルムリミテッドの悟空ですね。こちら、箱なしで吊るし棚に置いてありました。値段は、はい、こちら1980円です。この値段だったら買いですよね。ちなみに、ブックオフ。ブックオフさんで購入させていただきました。これは見た瞬間、あ、これは買いだなと。買っとかないと誰かに買われるっていうことで、購入しましたね。じゃあ早速これ開けていきます。はい。こちら組み立てましたね。いや、かっこいいですね。まあ、吊るし棚にあって箱なかったんで、この、値段になると思うんですけど、まあ、多少の、まあ、傷だったり、まあ、尿意棒の汚れだったりはあるんですけども、全然問題なしですね。かっこいい。でちなみに、中古で買った場合、自分はもう全部洗って乾かして飾るようにしてます。いや、これはマジでかっこいいですね。なかなか最近自分函館ではこういった普通の状態の悟空っていうのになかなかお目にかかれないので、いいものが買えました。では次いきます。はい、こちら BWFC の人造人間17号さんですね。こちらもブックオフさんで購入させていただきました。お値段は1540円。こちらも箱なしで、まあ、吊るし棚にポンって置かれてたので、もう即買うことに決めました。じゃあ早速開封していきます。はい、組み立てました。いや、こちらもかっこいいですね。こちらは目立った傷、汚れなどはほとんどないですね。もうこの銃のホルダーの部分とかが、かなり精巧に作られてますね。こちらもずっと欲しかったんですけど、なかなか函館ではお目にかかることができなかったので、これを機に購入させていただきました。マジでかっこいい。これはレッドリボン軍のこのマークもしっかり入ってるし、腰回りですね、この腰道具の部分もしっかり造形されてるんですね。このジーパンの破れ、ファッショナブルですね。マジでこれはずっと欲しかったんですけど、なかなか手に入んなかったので、今回購入させていただきました。マジでかっこいい。はい、では次行きます。はい、次はこちらです。こちらも BWFC の最勇気の悟空ですね。こちらはもうずっと狙ってたんですよ、1ヶ月ぐらい前から。ずっとブックオフさんのショーケースの方に飾られてましてですね。いや、これどうしても欲しいなと思って。で、お値段の方が3300円、箱なしです。
で、袋にも包まれてなかったですね。ショーケースの中に入ってたんで。で、こちらは若干台座の方に、まあ、傷とかあるんですけど、それでもこれが3300円で手に入るんなら全然いいなと思いましてですね。もうフィギュア自体はもう綺麗なもんで、まあ、もちろんこれも後で洗って飾ろうと思っています。いや、めちゃめちゃかっこいい。まさかこれを函館で目にするとは思いませんでしたね。この虎柄の腰巻きやら、もう布の表現が素晴らしいですね。もうここの麻の紐の部分もすごくいい。これはもう大満足の一品です。はい、では次行きます。はい、こちらラストですね。はい、こちらも BWFC 牛乳配達の修行中の悟空ちゃんですね。いやー、これは素晴らしい作り。懐かしい、このシーン。これも同じく、ショーケースの中にこのまま飾られてて、そのまま買わせていただいたものですね。こちらお値段が、これが一番高くて4840円。まあ、それでも5000円以内で、こちらのフィギュアゲットすることができました。もうこの牛乳の表現だったり、この亀の甲羅の表現だったり、ずっと欲しかったですけど、まあ諦めてた一品がこのお値段で売っていたので、こちらも迷いなく買わせていただきました。いや、ほんと素晴らしいですね。まさかこれにお目にかかれるとは、そして自分の手元に来るとは思っていませんでした。めちゃめちゃ嬉しい。今回こちらこの4点買わせていただきました。牛乳配達と最有機の悟空、台座少しぶらつきありますけど、まあ後で修正したいと思います。まあ、綺麗に洗ってね、というふうにこういう趣味にドハマりしている私でございます。まあ自分に無理なくこれからも動画作ってまた新たに始めようと思っていますので、皆様よろしくお願いいたします。ではまた次の動画で会いましょう。したっけ？